おはようございます。入荷速報です。真夏の魚がいよいよ取れ始めました。はい、4.9 の立派な糸引き味です。もう本当にこうつるした肌なんで、これはもう炙りとかでこのゼラチン質のですね、この皮を楽しんでほしいと思います。本当に田崎さんも絶賛の商品です。はい、本日2番手、3.2 の糸引き味です。ちょうど飲食店さんとかで使い勝手がいい大きさではないかと思います。ぶどまりも最高です。はい、そして今シーズン真っ只中、これも浜笛っていうですね、これは本当に非常に綺麗な、あの生きてる時はもっと綺麗です。はい、独特な色してるんですけど、肉質はマダイよりももうしっかりとした肉質なんで、寝かせるなりいろんな方法で皆さん食べてみてください。お刺身は最高です。はい、そして 1.2 キロの今、ちょうど産卵に訪れてる水イカですね。僕的には小さいのが好きなんですけど、イカスミパスタとかするならぜひ試してみてください。イタリアンにも最高です。はい、はい、そして定番のマアジです。 100g サイズですね。はい、このマアジもまだ全然閉まっておりません。はい、そしてクロダイ、セタイで、ヒビレチヌですね。これがチヌって言われるやつです。どこが違うのかっていうと、ヒレがこっちは黒いです。こっちはちょっと黄色いですね。ここも黄色いです。シーズン的にはクロダイよりも今から先真夏はヒビレチヌが最高です。脂が乗ってます。僕はこれを食べるんでしたら、鱗を剥いでぶつ切りにしてお味噌汁が最高ですね。はい、で小ぶりですが、これもまた糸引き味ですね。はい、ちょうどこれは皮を炙らずに薄くスライスしてカルパッチョとかにすると最高です。はい、そして定番の豆味ですね。もう今日とかも本当は暑いんで、唐揚げとかにして食べてください。続いてひも立ちですね。いよいよ立ちも大きくなってきました。早いでしょ、もう指3本級になってきました。ものすごくフィッシュ板で獰猛な魚なんで成長も早いです。で、赤ガマスですね。そしてニシンカムクの片干しイワシと、続いてもうちょっとかなって、もうちょっとで終わるのかなって、これも定番の夏の定番のゴールメンです。はい、だいぶ大きくなってきました。10センチ足らずですけど、いよいよ持って美味しい頃合いかなとは思います。もうちょっとこのぐらいになってくると内臓苦味がさしてきますんで、きびなごみたいにしてお作りにして食べてみてください。はい、以上です。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。